どうもこんにちは、こんばんは。今回ね、この電撃大王4月号の、紹介動画になります。この電撃大王のね、動画シリーズも、はい、割と1年以上続いているわけなんですけれども、まあ、あの時に比べてね、この付録の内容がどんどん少なくなっていってるんで、まあ、動画の分数的にもどんどん短くなっている動画シリーズではありますが、今回はね、電撃大王、付録、クリアファイル、あまり周りのクリアファイルが1つだけということです。で、660円ですね。で、割とね、この今回の電気代用薄いんですよ。なんかジャンプぐらいの薄さになってます。前回に比べてだんだん薄くなっていってますよね。はい。で、裏側はね、まあ、なんもないんですけど、クリアファイル、一応この透明なやつに入ってるんですけれども、まあ、1枚しかないんで、まあ、開ける必要性ないかなっていうことで、今回こんな感じで見せていきますよ。で、表側がね、はい、こういう絵柄でなかなかエロいやつなんですけども、で、裏側が何もない、こういうドット柄じゃないですね、よく見るとキャラクターになってるんですけど、こういう感じのクリアファイルが1枚ついてきてます。で、あとはね、最後、はい、本当に短いんだけど、次回予告のやつですね。次回のやつはこれですね。劣等生じゃないですね、優等生の、表紙で、で、ペンシルボードですね。で、6月のやつがね、載ってます。はい、アクセラレーターのキャラマーカー、なんかクリップ的なやつですね。はい、コードを挟んだり、ペンにくっつけたりするっていう、多分ものすごいちっちゃなクリップ的なやつになっていると思います。うん、まあ、これぐらいかな。はい、ということで、今回は電撃大王のね、4月号の、はい、紹介動画でした。